ハレルヤ。主の名を賛美します。今踊っていただいた方たち、一生懸命練習、本当にあれだけぴったり合わせるのは至難の技だと言われています。フラダンスは曲に 0.5 秒遅れて踊るんですね。その揺らぎがちょうど聖霊様の導きのように心に安らぎを与えると、まあそういうふうに言われています。もう一つは言葉を踊ってます。だから老和の関係の方たちはあれを見て意味がほとんどわかるそうです。日本舞踊もバレエの踊りなどは全部センスをそこで踊るんですけども、フラは言葉を踊る。そういう面では初めに言葉ありきというキリスト教には最も適した踊りと言われています。今踊ってくださった方は、まあ失礼ですが私の家内のお弟子さんですが、家内はハワイのフラというのはどうしても南国の踊りですから、まあ、身もあらわにしたり、あるいは腰をもう極端に振る強調するというのが、あれは昔安産をするために女性が運動をしなきゃいけないのを、まあ、引き継いでるということですが、まあ、日本の文化にはありませんので、家内は日本舞踊の流れを取り入れて、教会でもあるいは礼拝でもそれがなされて、皆さんが自分を見るんじゃなくて思わず神様と上を見るような踊りにしたいという願いでやりました。ここで踊ってくださった方、皆さん英語で言うと15なのか50なのかね、40なのか14なのか、わからないぐらいですね。皆さん賛美歌、言葉を歌うだけでも恵まれます。でもそれを動作で表すと悲しみや辛いことを本当に乗り切るんです。まあ私は家内の自慢ばかり言って申し訳ないんですが、家内がフラを教えて、まあ、20年近くになると思うんです。まあ、今は脳内出血で半身不随でハワイで療養してますが、このフラを学びに、フラ賛美フラ、ゴスペルフラと違った用途、日本の踊りを取り入れるという形で漢字で賛美フラというふうにしたんですが、賛美フラの流れは徹底的清めということを強調しました。見せてやる、踊ってやる、私上手でしょうという心があったらすぐやめさせられました。そういう点、私の家内も三鷹ホーリネス教会出身ですが徹底してましたね。で、本当に踊る人たちが熱心になればなるほど礼拝は休まない。多分今の方々に聞いてみてください、おそらく祈祷会も休まないと思います。それぐらいこの踊る人たちは身も心も神様に向けるということに徹していますから、私としてはすごいなと、まあ、そうに思ってます。さてフラが踊りました。異様な男が出てきて難しい話をしなければならない。今皆さんの血液のは体のどのあたりに一番多いんでありましょうか。頭に血が上ってる人はこの中に一人もいないと思いますね。多分胃の周りか、お腹の周りに血液は純然たる働きをそこでしているんではないかと思う。ですから頭に血が入りませんから眠くなるのは当たり前ですから、眠くないっていう人がいたら健康じゃないんです。だから眠い人はぜひそこで遠慮なさらないで、ただいびきだけは少し気をつけていただければいいかと思うんですね。でもこれまた有名な話で、健在意識と潜在意識っていうのがこの意識にはあります。この健在意識っていうのはものを覚え考え、それを表していくという時に使う意識です。潜在意識っていうのは沈んだ意識で、
意識していないのに小さい時やってきたことは大人になっても繰り返してやる。まあ、例えば自転車に乗るなんていうの、小さい時やって何年も乗ってないのに自転車があったら乗って平気で乗れたりするでしょ。あるいは泳ぐこと、案外ね、小さい時はあのクロールで泳いでた、あれから結婚して子供もできて、まあうちの家内じゃないが孫も出たんじゃない、できたね。なのに海にいて泳ぐんですよね。それは潜在意識に入ってるんですよ。で、潜在意識っていうのは繰り返しやっていると覚えなくても自分の身につく。もう一つは眠くなる時に覚えるのは抜けない。英語の単語だとかいろいろ、あの受験生が眠くなる寸前に覚えることは忘れないんですってよ。だから皆さんここで眠くなってクラッとした時、私がすかさず献金と言います。するとその方は教会来るたんびに献金がしたくてしたくて何回でもするということになりますから、その辺お覚悟めされようと、まあ、いうわけではありませんが、今日の聖書の箇所はあのよくキリスト教の真髄であるとか深みであるとか、キリスト教を何年もやってる人たちが到達する信仰の状況という、今日この紙をもらった方はこの下に書いてありますね。この私はもう生きているんじゃないと、私は死んだんだというところがキリスト教の大切な大切な、これはあの到達点、卒業式の言葉じゃなくて入門の言葉なんです。私たちは生きて死ぬっていうのが世の中です。クリスチャンは死んでいるけれども生きるっていうのがクリスチャンなんです。もはや私は生きていません。2行目、もはや私は生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉、これは肉体、肉体において生きているのは、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。信仰っていうのはイエス様が十字架にかかって私の罪のために死んでくださった、そして私を自由にするためによみがえってくださった、それを信じ続けるだけでなく、私の古き人は十字架で死んでしまっていると認識して信じ続けていくことがクリスチャンの生き方で、多くのクリスチャンの人が誤つ方法は自我を殺せってこう言うんです。時には牧師先生の中にもそういう人がいます。この中には自我がまだ生きてる人がたくさんいる、言ってる本人が生きてんじゃないかなと思う時、私も含めてあるんですが、自我を殺してはいけないんです。なぜなら自我を殺す自分で殺すんですから、これは律法主義なんです。律法主義ほどイエス様が嫌われたことはありません。ただ恵みにより信仰によって救われただけではない、私は十字架にを信じたとき、救い主として信じたとき、あの十字架の中ですでに私の古き私、まあ、日本語で表現するなら自我と言ったらいいでしょう。古き自我と言ってもいいんですが、聖書の中にはそういう言葉はありません。私の古き肉はキリストと共に死んでしまった、たたたたっていうのは小林和夫先生の説教でありますが、死ぬっていうことを、死んでしまっている自分を認識する、すっごく楽ですよ。一生懸命生きようとしてるから苦しんであったり、あるいは我人を友が我より、優れて見える時、花を買い来て妻と
親しむとかって石川啄木の悲しい歌がありますけども、友が我より偉く見える日よって、そんなことばっかり生きているのは自分で一生懸命生きてるから、死んだんだ私は。でよくクリスチャンでなくても男の人なども、まあ、特にわかると思うんですが、いろんなところで死ぬような経験してきませんでしたか。学校卒業してから、あるいは仕事に就いてから、あるいは人を使うようになってから、あるいは人に使われるような時、いやそんな時ばかりじゃありませんよ。うちで家内の言うことを聞く時なんて言った人がいるんですか。死んでいたら楽だよって、生きてるからね、ああ言えばこういう、こう言えばああいう、右って言えば左、左って言えば右、じゃあ真ん中はなって、まだもっくを言ったりしているんですが、死んでしまった。セゴドンという大河ドラマが最近 NHK でしましたけども、あの西郷隆盛が一番使った言葉、己に死んでる人ほど怖いものはない、自分で自分の死を知っている人ほど強い男はいないって言ったんですよ。まあ、これは仕事の上でも、あるいは人間関係の中でも、夫婦の中でも、私はキリストと共に死んだ、これは過去完了形、強い完了形、もっと言うと記念日のようですね。例えば私は7月15日、昭和14年7月15日が私の誕生日です。もうすぐ来るんですよ、もうすぐ。ね、未だに誕生日のプレゼントはお待ちいたしておりますが、もう今日ね、皆さんに父の日でもらっちゃったんですけども、まああの日は私は変えるわけにいかないでしょ。7月15日生まれました、戸籍にも書いてあるし、もうみんなも知っていることだし、何よりも自分が知ってます。いやあの日はお盆のね、新盆の始まりなんですよね。旧盆って8月新盆の始まり、まあ、最も英語で言うとニューボーンですから、わかる ね。でだから悪くはないけど、できたら変えたいなって思わないわけでもない。まあ干支は私はうさぎ年です。武器も持たない、相手をいじめるものは何も持たない、ただ後ろ足が長いので逃げるのが早い、まあそんな程度。干支あれは迷信ですから私は信じません。でも周りがうさぎ年だうさぎ年だなんて小さい時から育ちましたから、どっか先入観的あるいは潜在意識的にそんなものがあるかもしれません。だから名前も中野の中ぐらい、あいうえおの名も真ん中ぐらい、ABC の N も真ん中ぐらい。だいたい私ね、人と喧嘩するのはあんまり好きじゃない。どっちかっていうと人と人仲直りさせる中ぐらいなの。ね、ちょうどいい。でも奥さんの言うことだけにはなかなかね、はいと言えなかった。ね、はいと言えない人はどういうか知ってます？はいはいって言うんですね、あれ返事してんじゃないですよ、なんか言いたい時に、そうでしょあなた間違ってたでしょ、はいはい、ね、はいってなかなか言えないですよね。最近家内は脳内出血、重度の脳内出血でした。意識もなければ体も動かない、もうどうしようもないとこだったんですが、まあ、血がうまく散って、半年で意識は元に戻り、食事も戻り、2年半3年近くなりますが、もう2行3行ぐらいならメールも打つようになりました。で言葉は達者になりました。体はまだ、手はこのまま、足も棒のようで、だから伝え歩きで家の中はできます。あとは車椅子ですね。で家の仕事はほとんどやんなかった。私は長男の尽力でね、もう何にもやできない。それが突然テーブル拭きから皿洗いから、その皿も大きい方から洗うのか小さい方から洗うのか、洗ってからどうやどの布巾で拭いて、どこに立て上げて、最後にはどこの
棚に入れるのが何も分かんない。そこへ うちの奥さんはその今までの専門家で、残念ながら体は動かない。体は動かないが口は動く。そういう奥さんのそばにいる亭主がいかなる迫害を受けるか、皆さんお分かりかな。お祈りいたしておりましたよ。本当に最近ね、奥様手にお送りになりましたから、あのことですが、私はあの結婚して55年になります。伝道者で15でクリスチャンになって16で洗礼を受けましたから、失礼ですが他の女性に意識を回したことはありませんね。もちろん尊敬する人、それから賜物のある人、それから気がよくつく人、それから綺麗な人それからいろんな面で人の役立つ人、尊敬しとてもあの好感を持ちます。でもいわゆる家内を愛する一異性の私の半身子として愛するということはまずしたことはないね。最近もあるセメント会社で関東一の売り上げを上げているセメント会社の社長、クリスチャンですね。若い時遊びにキャデラックで真っ白の背広で銀座に毎晩のように遊びに、今熱心なクリスチャン、ね、毎日中野先生一番苦労したのはね、その女性と手を切る時ですよ。笑った人は知ってるね。そうするともう一人はね、ヤクザからクリスチャンになったが新藤達夫というね、前科7班ですよ。入れ詰め上げてイケメンだあいつね。まあ失礼ですが私の教え子ですから、彼は私のことを師匠というか師匠と言いますが、まあ適当に呼ばせておりますけど、彼とその会長が話すとね、若い時の女性女遊びってなんかいい言葉嫌いだから丁寧に言いますが、女性遊びをなさったね。だから話が通かなん、私だけは分かんない何の話だかと、二人がね私を見てね、いい君だっていうわけだ、そんな清い生活を送ってきたから中野先生ざまみろってね、二人でね、まあ桃栗、あまあいやあまり二人でなんとか どこを触るのに何年かかるとか、いろんな話をまあそこだけ覚えてんだけど、あとは忘れましたね。私は今思ってます、家内以外の女性は全員地獄に行ってよろしい、それぐらいの気持ちを持つ時がある。もちろん尊敬してる人いるよ、今もここでね、16歳なのか6歳なのか分かんないから踊りましたけど、みんなよくできたなって思っておりますよ。ここにもね、私の大好きな女性が、2人今日は遠いとこからも来てくれましたが、本当に、感謝していますね。家内はねハグするんです、毎日グッとね。まあ36キロしかない、痩せちゃって、まあ背はね割と高かったんですが、1メートル60、私が4センチ家内3センチで、私と結婚する時ハイヒールを全部捨ててきましたよ。偉い人だね、まだ新品のようなのもあったと思うのにね、全部私はいいって言ったんだよ、もう愛してるしクリスチャン牧師だから、まあ、どっかの方もどうだか分かんないけどね、いいでしょそんなのね、思うなんやね、何とかの夫婦とか言ったけど、なのに全部捧げてきてくれましたよね。家内がハグするんです、 I will say again I love you、 僕ともう一度結婚してくれって毎日言います。私は毎日、もう75のおばあちゃんよ、ね、私もあと 数日で4回目の成人式を迎えるのよ。でも抱いてね、もう一度結婚してね、メイコって言うんだ。聖霊充満とか清めってのはこれなんですよ。なんだか伝道熱心でね、女性が男みたいなになっちゃって、えらい勢いで聖書は何章読むわ、祈りは何時間するわ、伝道はどうこうするわ、清められるとこうなる。それは一部分よ。一番大事なのは、痩せても意識も半分ないようなその75のね老妻を抱いたじじいが、
I love you って言えるかどうか、これ聖霊様の助けがなきゃできませんよ。私はキリスト信徒になって一番嬉しいのは女房だけを愛してくれたことです。女房の骨の髄まで愛してますよ。嘘だと思うのは平子さんに聞いてごらん。ハワイに長くいたからよく知ってますよ。私本当かとね、目にいっぱい涙を浮かべて棚にね、体が震えながらね、こう言います。私がもう一遍結婚してって言うとね、家内が目に涙を浮かべて震えながらこう言います。暑苦しいわ。その時中の一滴も驚かず、しっかりと抱いたまま、ごめんねってね、暑苦しいのはね、体温だけじゃなく僕の心も伝わるよって今言える。皆さん、これがキリスト教の真髄よ。アーメン、ソーメン、ヒアソーメンってね、なんか品のいい宗教の一つと思ってて、悪いこともしないがいいこともしないね、中ぐらいの高校の先生か中学の先生ぐらいの生活してんのがクリスチャンと思ったら大間違いだよ。妻を抱いて離さない、そして手をね、顔にグッと置いて動かないようにしておいて熱きキスを送る。何がおかしいの？主人が奥さんにキスを送っておかしいの？もっとも私はハワイに生活してますから、アメリカですからね。私はキスオフファイヤー、火のようなキスを送ります。嫌がりますけど、嫌がるなんてことぐらいで引っ込みませんよ。私は誰が見てんの？孫が見てます。娘も息子も見てます。みんなしっかりとした人間に育っていきます。いいですか皆さん、子供を教育するって失礼、ごめんね、偉そうなこと言ってごめん。4人子供いますが、全部教会の役員か牧師をやってます。私の子供、孫は9人いますが、まあ、1人2人は時々休むけど、みんな教会行ってますよ。クリスマスの時英語の教会ですけども、子供たちは前で賛美歌を歌う子供の半分はうちの孫だよ。あの教会中野家がいなきゃ潰れんじゃないって言われるぐらいみんな行きますよ。熱心に行きます。長女がね、ハワイ大学の修士を終えました。コミュニケーションなんとかっていうのでマスター終わったんです。でいよいよこれから貧乏なお父さんを助け、お母さんを助けるために仕事してくれるかなと思ったら、東京聖書学院に留学するって言うんですよ。ちょっと待って、留学するって言って学費はどうすんのよ。いやお父さんいるんでしょって言うから、いや存在はしているけれどもWhat are doing now? どうしたらいいのですか。だってお父さんお母さん、私たちがねイエス様のことを述べ伝えるように教育したでしょうという。で私と家内が目合わせて、そんなこと言ったって言ったら家内が、そうよね、そんな伝道者になるなんて一つも言わないよね、言わないよってこう二人で、ね、予防線を張った。そうすると娘が言いました。言わなくても背中に書いてあったわって。皆さん分かる？背中で愛というのは語らなきゃダメ。牧師さんもそう、ここの先生はね一生懸命ですよ。奥様もピアノも弾くわね、司会もなさるわ、先生もお年になってもなお奉仕を続けてらっしゃるわ。今日何よりも踊った人たちも死ななきゃ出てきてねできませんよ。一生懸命やって上手だけど、たまには手の振りが反対になったりね、たまにはよ、ほとんどなかった今日はね、見てる私も安心いたしました。本当に皆さんでもそうでしょ。教会に来て何を一番勉強してんの？清く正しく悪いことはしないように。そんなことなんか教会で教えられなくたって、あなたの血の中に肉の中にあるでしょ。いいことはしましょう、悪いことはやめましょう。
これは神様が人間を作った時にね、そういうのをお作りになったんですよ。だからどこの国に行ったっておかしいことには笑うんですよ。おかしい時はお腹が空くんですよ。そしてみんな悲しい時には泣く。そして悪いことはあんまり、程度とかいろんな あれは違いますよ。けども大体において 80% ぐらいアメリカ人も中国人も日本人も同じですよ。私はアメリカにいてつくづく思った。日本人が中国人に似てるっていう、頭の毛と箸を使うぐらいよ。日本人とアメリカ人の方がもっと似てますよ。例えば車で赤だったら止まるっていうの、これ止まりませんよ。まあ、最近はどうか知りませんが、ちょっと先まで中国は三車線は五列で走るようにね。黄色はスピードを出すように、赤は走るように、青はその通りってやつ。フィリピンに行ってください。三車線も六台が走るんですよ。どこの国行ってもそんなこと平気ですよ。アメリカだけで契約したことは守りましょうってちゃんと。なぜトランプさんがあっち関税あんなにかけてんの。ただみたいに使ってるからですよ。裏を回れば。それを日本のテレビは言わない。自動車一台買うんだって中国に売るのと中国から買うのとは全然違うんですよ。まあ何の話は、クリスチャン清めというのはまず家庭の中で母ちゃんがどれぐらいわがままが言えるかどうかですよ。それが男の度量、わかる？度量って男っていうのはね、どれぐらい母ちゃんのわがままを受け止めてあげるかどうか、これがとても大事なことだと私は思いますね。あるアメリカ人の説教を読んでたら、80歳になった老夫婦がベッドに入りました。寒い日で奥さんが言いました。あなた寒い時はいつも私の手を握ってくれたわ。彼は彼女の手を握ります。そして寒いとすぐ体を沿って私を温めてくれたわ。これアメリカの話よ。アメリカの話ね。いいね。だからご主人がごそごそそばに、そしてあなたは耳元にいつも言ってくれたわ。 I love you very much ってね。だから I love you return。 それからあなたはね、そう言いながら軽く甘く私の耳たぶを噛んだわってこう言ったの。これアメリカの話。噛んだわってこう言った。それでご主人がねガバッと起きてね、ダッとどっか行っちゃったんですよ。あら、あんまりひどいこと言ったから悪いこと言っちゃったわねとこう思ってたら、 2,3 分したらゴソゴソと入ってきて彼女の横に入るじゃない。あなたどうしたの、どこ行ってきたの。あのなはいいけど黙って行かないでよ、帰って寒いじゃないの。悪かった悪かった、どうしたの。入れ歯を取りに行ってきた。こういう夫婦になってほしいね。ね、一緒の部屋で寝てるでしょうね皆さん。一緒のベッド寝てるでしょうね。え、隣の部屋寝てる？どうして？犬がそばに寝てくれるから。どうして？いびきが大変だから。いやいや、夫は上が好きだから2階に寝てますよ。あなたは下で寝てますよ。やめてくださいよ。今日もうね、天国に送った人もいるから、まあ、いろいろあるかもしれない。一番分かりやすい点から話しておりますから。救いと清め、私はこれがクリスチャンの勝利の大勝利だと思ってますから。いいですか、クリスチャンがイエス・キリストを信じたら自分の努力で救いの達成を少しでも努力したら、あなたは恵み 90% いえ 100% なくしますよ。恵みは 100%、 立法は 100%、
どっちを混ぜるわけにはいかない。ローマ人への手紙、ガラテヤ人への手紙を読んでください。もはや、先ほどの言葉ですが、あそこにも、もはや私は、しかし私は神に生きるために、律法によって律法に死にました。死んだんだから。いい？私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私は生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。生きておられるイエス様が私を生かしてくれるから、私はクリスチャンなの。教会に来て少し真面目になっていい子になったから、ね、お酒も飲まなくなった、少しだけ飲むけど、言った人はいるけど、まあ、お酒なんて聖書の中に飲むとか飲まないとか大問題ではないですよ。肉の問題はどういうことなの？お酒のことになると一生懸命反対する輩がいますが、肉も気をつけろって書いてあるんですよ。人をつまずけさなら肉もやめなさいって、肉やめなきゃいけないよ皆さん。人をつまずかせたら、中には歯が悪いから肉が噛めないから、肉が食べられないって人がいたら、かわいそうだからあなたも肉を食べちゃいけないと解釈しますか？違うでしょ。だからあんまりあれもダメこれもダメじゃない、あれもいいこれもいいぐらいな、もっと広い、もっと神に喜ばれる私は生涯を嬉しく楽しくいく。ほうとう息子が帰ってきた時、お兄さんが文句言いました。私は真面目に一生懸命やったのに、子羊一匹も私のために料理してくれない、お父さん、あなたはあの男がって言ってますよ、弟って言わない、あのほうとう三昧、女にお金を全部使ってボロ切れのようにわかめの行列で帰ってきた、それなのにこのどんちゃん騒ぎとは、あ、何事か。ちょっと眠いからこういうこともやんなきゃ。何事かって言った。お父さん何て言ったの？死んでいたのに生き返り、喜び楽しむのは当たり前。クリスチャンになって喜び楽しんでますか？はあ、クリスチャンってこんな喜びがあるの、うわあ、クリスチャンって楽しいなって書いてあるの、聖書にも、ね、愛は第一に喜びだって書いてある。愛は妬まず高ぶらず非礼を行わず己の利を求めずと書いてますが、第一に愛は喜びだと書いてある。それにしちゃ教会に来る人はどういうわけか、胃が悪いのか、財布を落としたのか、失礼したような顔で階段を上りになる方はここには誰もいない。他の教会にはいますけど、ここはみんな笑顔で、素晴らしい、楽しく喜ぶのは当たり前だって、聖霊様と十字架の愛で許された私が旧約聖書を読むとき、なん私に喜びがあふれるでしょう、なんと感謝があふれるでしょう。例えばダビデはね、あんな悪いことして、あんなにひどいことをしました。そしてダビデの家計、家の中はめちゃくちゃになりましたね。いわゆる兄弟同士でセックスをする、近親相姦は平気になされる、兄弟同士で殺し合う、もうそう速託殺人じゃない、兄弟殺しを平気。そして最後死ぬ時、ダビデは6人の奥さんがいて、そばめが何人いたか数えられなかったんでしょう、書いてないから、何人もいたと書いてあるだけ。その彼が息を引き取る時どうだったんですか？誰も冷えていく彼をね、囲って羽織って軽く耳たぶを噛むような人はいなかったよ。ユダヤの中で一番の若い元気のある女の子を選んで、体温が下がるのを下げさせないように出させたとか。なんて寂しい、
あの大王が、イスラエルの国旗は今もダビデの星ですよ。あんなにすごい人でも最後は何だったの。私はそのことを思うとき、クリスチャンになって我が家は感謝だね。3人娘いるでしょ。いや、うるさいんだよ3人だから。ほら、女が何とかで何とか3人って言うじゃない。一番上が52、次が50、次が48、その次が43とこうなっていくんですけど、妻よりも口やかましき娘かな。なんだか川柳を作ってるんですけど、なかなか追いつかないですね。でこの娘がね、これちょっと悪く言ってんでって、まあ娘をよく知ってる人は、先生それちょっと大げさよって言うね。大概言うともう本当にまあいい子なんですが、この子たちが喧嘩するんですよ時々。で何を喧嘩するなって言ったらね、ダイパーチェンジは私がするって言って喧嘩する。お父さんのおむつは誰がチェンジするのってやる。長女が、責任は私があんだから私がやるわよ。ちょっと粗相したらピシッとお尻叩いて上手にやるわ。次女がね、私が一番ね、手間をかかせて中高の頃一番親不孝したから私がやるわよ、家に一緒にいるのも私でしょうとこ言って、3番目がね、私が一番可愛がられたって、初めて車買う時お父さんなけなしの頭金を払ったのは私だけよって、こうよく覚えてんだね。そういえばそうだったなと思うんですが、3人で誰が引き取るか、誰がおむつを替えるか、私を私をってね、半分冗談としても草葉の陰で私は泣いたね。神様、夢なら覚めないでください。こんな家庭ある？今こんなこと言ってくれる息子や娘いる？嘘だったら平子さんと一緒に我が家に来てくださいね。うちの娘はそういう娘はね、そうでしょ、本当ですよ。それは家内がどんなに子供を愛したか分かんない。私も口で言うより背中で言うように努力したことはした。いまだにね、お前に結婚したい申し込む、それだけじゃないよ、もっと愛の言葉を語るんだよ。私は若い時は使命とか証明とか任命とか言われてあちこち変わったな。埼玉に行ったり、あるいはサンフランシスコの牧師になったり、ハワイのホノルルの牧師になって、今は巡回伝道で世界を回って目が回ったな。みんな神の命令だからって言いながら、案外私のわがままもあったよね、メイコごめんね。いっぱい目に涙を浮かべ、体を震わせながら私の家内が私に答えました。いい家内よ、やっと分かったの。やっと分かったの。それはね、奥さんとは違うから、うちのはね、もう何でも言え、あんまりそうないけどね、私はそうじゃない、これはあなたが好きでやってると思ったこといっぱいあるわよって、伝道だって言いながらどっかへ飛び出て行っちゃったりね、南高、何南高、ここは南高、高南大の高南教会ね、使命だ、先生から呼ばれた、初期先生には恩がある、行かずばなるめって来たんだってこう書いて言うと、半分は行きたかったんでしょうなんてね。でも本当にどんな罵詈雑言、私にしか言わないよ。娘にだってね、うるさいわねとかね、嫌よとかね、何よこのご飯とかね、一言も言わない。私がごめんなって言ったら、今頃分かったの、そんなことも娘には絶対言わないよ。オンリーミーだよ、私だけに言うよ。これは家内の愛の言葉じゃないの、あなただけに言わせてと言ってんじゃないの。それを聞かないで俺だってなんて言ってるようなのは、私に言わせりゃ死んでねえね、まだ死んでいませんよ、周期ふんぷん、もうそばに行くだけでね、
生身のなんとかがね、匂ってくるんじゃないの。どうやって死ぬの。いやーって暗かーっじゃない。ここを読むと信仰という言葉が2回出てきます。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死んだったたったったですよね。死んじゃった。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私は生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自身を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。ここに信仰によると書いてある。2回出てくると思ったんですが1回だったね、信仰なんです。生きているかどうかを神の言葉は何て言ってんの。ここで何て言ってんの。イエス・キリストを信じた人を、ここのガラテヤ2章は何て言ってんの。あなたは死んだって言ってるんですよ。その言葉をあなたは信じますか、信じませんか、どっちかな。こう書いてあるの。これはそれは清めに対する解釈は教団によっても歴史によってもあるいは教派によっても違う点はあります。だが聖書が言ってるこの一点においては、清めを自らものとして体験できるのは信仰による以外、それにプラスアルファすると周りの人が迷います。そしてつまずきます。私は聖書に書いてあるように信じます。イエスと共に十字架につけられて死んだ。ローマ人への手紙の16章の6節、ローマ人への手紙の6章の11節、もう死んだと感情づけなさいって書いてある。感情に入れなさい。もうこれ有名な言葉だから皆さんご存知。いいですか皆さん、信仰によって自分のものにするんですよ。これはね、ちょっとの差じゃないんですよ。すっごい差なんです。あなたの人生すっごい差なんです。死んでるんだから。死んでる。例えば私がね、ワイキキのカラカワ大通りを運転してたとしますよね。誰かが手を挙げて、あ、中野先生だって。ちょうどシャワー雨がザーッと降ってきてびしょ濡れになって、うわいいとこでやったな、ね、どうしたって、今ねここのマネージャーと話があって帰るとか、雨が降ってこれどうしようかと思ったよ。今日は人に送ってもらったから帰り車がないのよ。乗れ行くぞ。どこだったっけ。家はハワイ大学の正門の近く。なんだ私の通り道じゃねえか。ああね、どうだいこの頃。いやこの頃うまくね、家内ともやっております。子供たちも一生懸命、教会に励んでくれて、よかった君のようなのがいると牧師は本当に嬉しいな。講談を動かすのも講師を呼ばなくていいし、あ、なんだか変なこと言っちゃったねえ、君のような人が教会にいると助かるな、嬉しくて楽しくて、あっという間に校門の前まで来た。君の家どこだったっけ。いやその橋入って斜めの道を上がった上ですよ。ええー、ここまで来たんだ、ねえー、乗りかかった船じゃない、乗りかかった車だ。乗れ取れたかちゃい、うわーきーかん、はい着きました。帰る時私は口笛を打って、ね、週末でおはいいす、楽しかったな、今日あの兄弟に会えて嬉しかったと。こうももう一つの例、ワイキキのカラカウ大通りを動物園の方から走ってきた。突然ダイヤモンドヘッドの近くから村雲が湧き上がって、雨が血のつくような雨がずわーっ飛び出てきた。一人の兄弟、ああうちの教会に来てる兄弟だ。でもあの人難しい人って、できたら乗りたく乗せたくないな。でも彼が手を振って先生じゃありませんかと言うじゃないか。話はこれからよとにかく乗って乗せました。
そうしたらずぶ濡れのままシートに座るから、そこまで濡れちゃって、あら雨の水がだいぶ入っちゃったな。車運転手さん、彼はむっつりして何にも喋らない。ねえ、こんな雨大変ね。この頃奥さんどうしてんの。ああ、子供さんはどうやったの。はあ、それからどう。はあ、君の家は。ああ、なんだかわかんない。もう、そして校門の学校の前まで来た。君の家はどこ。いやー、まあこの先ですが、ここから降りていきますよ。そう願う。嬉しいなとは言えないよ、牧師だから。しょうがない、ここまで来たんね。乗りかかった船行くぞって、ねえ、聞いた、ポンポンついて降ろした。そして降りる時に賛美歌は高らかにもっと歌います。やっと別れた彼と、もう二度と会いたく。これ私の教会の話よ、ここの話じゃないからね。わ、いい、これ坂田の話でもないのよ。いいね。わあ、で、皆さん、これが立法とね、聖霊の人生ですよ。前乗って、楽しいね、君。どうしたんだい。こうこうこうだよ。そう、君の家はどこ。門のそばに。いつでだから先行っちゃおうって喜んで行くか。嫌な人と乗ったな。雨のずぶ濡れで学校の前で降ろしちゃおうかな。ね、降りてくれないな、しょうがない、あっちまで行くか。同じ距離ですよ。もっと言うと、さあとの方の方が私だったら、あ、今日は嫌な人と会ったけど、聖書の言葉によると1マイル行けというものは2マイル行けってあるから、僕は御言葉を実行した、案外大したクリスチャンだって誇るわけ、ね、十字架を誇るんじゃない、自分を誇る。立法主義って楽しいのよ。立法主義って自分でやるんだから。できてないんだよ本当は。でもできたと思って、ああ、私も2マイル行った、大したもんだないかとなる。でも聖書はの、楽しみ喜ぶのは当たり前、聖霊の御は第一に喜び。私は本当にこの生涯が喜びであったことを感謝してますね。喜ぶ言葉は聖書の中に、喜べっていう言葉が700何十回新改訳聖書では出てくるって言ってましたけども、まあ私は喜ぶこと、恐れるなっていう言葉は大体、300回ぐらい出てくるんだったかな。恐れるな、大体日本の男って。今日も沖縄の人の話してたんですが、沖縄の女性はよく働き者と言われてますね。沖縄の女性も男性も今映画俳優とか、ね、女優さん男優さんを探したければ沖縄に行けっていうぐらい、目鼻の整った日本人が多いとこだそうですよ。私沖縄よく行くんで、見回してくるんですけども、女性ばっかを見ないようにしていますけども、でも男の人の可愛い顔してるけど、案外黙ってるとね、怒ってるように見えるんですよ、沖縄さん。でね、で大概ひげ伸ばしたりしてね、そばに寄れないんですが、でも気はとっても優しいんですね。もうちょっと言うと、ちょっと気が小さいぐらい、とってもいい人たちなんですよ。まあ私はハワイの牧師ですから、ハワイの半分、教会の半分はみんなうちなんちゅうですよね。ですから、とても好きなんですけども、どんなにその優しくても、どんなに良くても、心の中で自分でやったクリスチャン生涯は、天に行ったらイエス様は私はお前を知らないよとおっしゃるでしょうね。それとも私は罪の塊です、罪の親分です、本当に愚かなものですと顔を上にも向けないで胸を叩きながらも神の前に祈るとき、イエス様の臨在は一番近いんではないか。私はまあそういうふうに聖書を読んで慰められ、力づけられ、伝道がとってもたやすく済むようになりましたね。でも結局
局は家庭の中、夫婦の中、教団の中、職場の中、学校の中であなたは友達とうまくやってますか？最近日本で流行ってる本に、夫は犬と思いなさい、夫は犬だと思いなさい、そういう本が流行ってます。で、犬はね、主人のために命がけで守る時があると。ある時は犬は食べさせれば大体、おとなしくなる。食べた後犬はソファーの上で横になって寝ると、あなたのご主人が食べた後寝ても犬だと思ったら腹立たないでしょ。で、待て、ウェイと言っても大体3分と、まあ大体ウルトラマンと同じぐらい、3分出すとピカピカ光る。だから教会行く時に車に乗って車出してね、ご奥さんがまだ鏡の前でこんなにしてたり、あるいは鍵かけたり、日の跡を見たりすると、ご主人は3分経つとプッパッと鳴らします。大体正確ですね。でも犬だから3分待てないのよ。あ、うちの犬が今また3分経ったわと思ったら腹は立たないって言うんですよ。で、もう一つ大事なことは、犬は芸を仕込んだら褒めなきゃいけないんだ。で、褒めれば有頂天になる、ね、そんな分かりきってんのになぜまともに喧嘩するのって。だからある人ね、田中幸太郎だったか、田中なん、ごめんね、名前、幸太郎とかなんか名前だったのに田中ジョンという名前にしたそうです。ジョンって言えばね、気が楽だって。3分経ってプップッとなると、あ、ジョンが鳴らしてるわって言ったらいい。そういう話を僕がね、読んであるところで話したら、じゃあ奥様はなんて呼ぶの、猫って言うから、猫はあんなに可愛くないよいやいや、それじゃ猫よりもっと可愛いよ。じゃあなんて言うの、お姫様って呼びなさいと。お姫様ってね、何にも分かってないの、目に入るものの言うのよ。期待ばっかり大きくてね、そしてね、相手が話を聞いてくれないほど喋りまくるのよとか言うと、みんな納得するね。今のは全部冗談よ今のはどうぞノート取っておいて、いいね、名前はジョンよ。あ、もう終わらなきゃいけない、でも私たちは自分で自分を生きていると、自分で自分を生きていると自分を傷つけます。で、どんな今小さい子でも怪我をしたらバンドエイドを貼ります。でも私たちの心の傷は、皆さんどういうバンドエイドを貼るの、心の傷。クリスチャンですら心に傷を負うと血が出てるのに、台所に行って出刃包丁を持ってきて、もっとその傷を深める人が多いです。どうせ私はダメなのよとか、そういうふうに言われるような私なんだから、あ、私って何やっても悪いのは私よ、ゲーって切って痛いのに切ってしまう。こういう人が案外多い。もっと言うとクリスチャンに多いよ。罪を犯した、あー、イエス様、信仰を持って今あなたが許しておられることを信じますって言えばいいのに、10日ぐらいはまず私は自分を叩かなきゃ許せない。私って悪いんだから、クリスチャンなのにまたやったんだから、叩くわけです。で、10日ぐらい叩いてから、主よ信ず、我信ずってようやく賛美歌が出てきて、まあ10日もたない、7日にいっぺん教会来れば7日で終わるんですが、自分を自分で罰しなきゃ折れない人が今、案外清めの経験を受けた人がその後でそういう自分になってしまう点も全無じゃありません。でも一番大事なことは、主が私のために今も取り出し、今も十字架の血を流し続け、私を許し清め続けている。もし己が罪を言い表さば、神は真実にして正しければ、全ての罪から全ての汚れから我らを清めるという、あの言葉のように、瞬間に信仰を持って立ち上がるとき、私たちはその問題から解決を、
もう時間がないから終わりたいんですが、私ね、2つどうしても皆さん話して終わりたい。今から30何年前に私の教会に、こんなこと言うと分かっちゃうけど、分かってもいいんだけど、スチュアーデスをやってた人で、頭のいい人、まあ背もスラッとして、何か病気か何かだったんですが、いらっしゃってほどなくしてイエス様を受け入れて教会になり、忠実に奉仕してました。ちょうどその頃、いわゆるこのカリスマ派っていうのが流行って、異言であるとか予言であるとか、そういうようなことが賢しこであります。私はもちろんそれについて賛成の面がだいぶありますけど、まあそれをすぐやるというわけにはいかない、そういう立場でしたか。するとその女性が、もう一人の女性と腕を組んで、教会の中でそういうことがない教会は本当の教会ではない、そういうことを説教しない中野牧師は本物の教会牧師ではないということを言う。日本人は犯人びいきっていうのがありまして、弱い人の意見、弱い立場の人の意見に案外耳を傾けるんですよ。私の教会にもおばあちゃん、一世のおばあちゃんたちたくさんいて、私を訪問に訪問繰り返して、いつ行っても全然ありがとうなんて言ってる人が、そういう強い女性が立って何か言い出すと、うんだうんだってこう、豆腐でもないのにそういう返事をね、みんなするんですよ。そういう中立と思う、むしろ私の味方理解しててくれるという人まで、なんか同型の目でその女性の発言を見てるのを見て、私はいやいやいや、ちょうどね、7、8年経って転任して、ね、ちょうど100人ぐらい礼拝になる時だったと思う。私は家内と手を引いてね、丘が、タンタラスという丘があるんですが、そこに行ってお祈りしましたよ。もしこれが解決しなきゃ、神様、あなたがお許しになるなら、ここから飛び降りたいよ。ここまで一生懸命やってきたのに、飼い犬になんとかじゃないが、こんなに咲いて、本当に主よどうするんですか。この戦い何時ら戦うに及ばず、我何時のために戦わん、出エジプト記の14の15でしたかね、15の16ちょっと忘れましたが、その言葉が与えられた。もう緊急教会総会開かれて、そんなのも牧師の承認を得なきゃ開かれないのになってんのに、彼女たちの先導でみんな集まって、みんなが私たち夫婦のあり方、中には私の味方になって、先生やつらに負けちゃダメですよ、私が言い合ってやります、いやいややめて、そういう争いをする場所じゃないんだから、ここは祈って待とうっていうわけだが、問題はすぐ解決しました。ある方が、その人を除いてですが、みんなで話し合って悔い改めて私のところへ来ました。その二人は私の顔に泥を塗るかのようにして、こんなとこ教会じゃない、パーッと言って意気揚々とある教会に移って、あれから35年、あれから40年ってなったね、どっかでね、初めて会ったあなたを見た時、私はなんだ胸騒ぎがして苦しかったわ。あれから40年、あなたの顔を見ると不整脈だわって言った言葉がなかった、どっかにあったでしょ。まああれから40年近く経ってて、東京でパッタリ会った長野先生、いやいやいや、あの時のとかね。でもその時私ね、やっぱり死んだね、死んでたよ、その30何年前。絶対に呪いとか裁きとかね、不平不満を顔に出さない、ここにも持たない、ハレルヤのしをつけて、祝福されていらっしゃいという気持ちで送ったよ。30何年経ってあったんですよ。先生、うちの教会来た、あなたは何、牧師やって、はい、行ったところのカリスマの教会の日本の牧会の牧師になりましたって、よかったね、しっかりやってねって、早く帰ろうと思ったの。先生、次々2週間後の日曜日、うちで説教してくださいませんかと言う。いや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 、やだ嫌な思いが出てくるの嫌だからね、できたらまあ距離を置きたい、私そう思ってる。軽視して近寄らずって言葉好きなの。
尊敬するけどあんまりそば行かない方がいい人ってたくさんいるのよ、ね、そういう人の悪口言ったり裁くような人とはあんまりそば行かない、だからあまたにしますよって、いやぜひうちに来てうちに来てって言うんだから、まあ、巡回伝道者だから行ったんですよ。これがつれえところよ、このね男のつれえ、もチャラチャラ流れるお茶の水、行きな姉ちゃん行ったんだよ一緒に。まあね、そうやって一番前に座ってね、その集会始まった、まあかなりの人が集まってた。その司会者がただいまからハワイで牧会しておられる今巡回伝道して中野先生説教をお願いしますって、さっきの女性がこっちに座ってタタタ出てきて、ちょっと皆さんお話がありますって言った。いやいやいや、何が出るかな、この続きは今度来た時にしようか、した方がいい、あそう、いやちょっと時間食うけど、あと5、6分で、ね、私が座って立とうとしたら彼女が出てきてここを掴んでガタ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 って震いながらハラハラハラと涙、中野先生ごめんなさいって言ったんです。中野先生ごめんなさい、私たちは牧師の心が分かりませんでしたって、あんなひどいことしたのに先生は私たちを裁きませんでした、ありがとう、もう集会できませんよ、もうみんなでお祈り会になっちゃったんですね。皆さん死ぬといいことが起こる、死んだらおしまいじゃないですよクリスチャン、死ぬといいことがある。やばな社長がどう言ったね、どっかの課長がどう言ったのね、どっかの係長がどう言ったの、どこの盲腸がどう言おうが何言おうがね、死んだんです、私はまず一歩下がってそういう意見もありますねとまず一回受け止めてやる、そしてさらに研究を重ねて良い資料とともに持っていく。日本の男って何か決めるときに自分の意見が通らないと、俺やめた、こんなの協力しない、できたらここもやめる、これベイビーですよ、赤ん坊。そういうときはちゃんと初期にこう言うんです、この今10人いる中で反対意見は私、それ初期そこに書いててください、9人が賛成して通りました、でも1人何の太郎べしが反対しましたと書いてください、一旦これが通りましたから私も全力で協力します、これは大人ですよ。それを自分の意見が通らないからって顔色を変えたりね、あるいはこの辞めるの何のっていうのは私に言わせればベイビーですね、どこ行っても体制はしないと私は思うんですよ。こんな経験があってしばらくしてからもう一つうちで起こった家で、家庭の中ってのは難しいね、4人子供でみんなクリスチャンでね、いいよ、でも同じ家の中にいてねみんな違うんですよ、長女はホーリネス系で三女はバプテスト系だから少し神来伝の解釈が違う、表現が違うんですよ。そんなことでぶつかることあるんですよ、まあいいぶつかりなんだけど、その時はね私の好きなこの豚の生姜焼きを嫁が作った、嫁がで、うちは17人家族ですから大きいんですよ、で私ここ座って息子がここに座って、ここに家内が車椅子で座って、私の前に嫁が座った、この人が作った、あとずっとみんな座ってで、こう食べてる時にうちのその一番下の4番目は男の子で、この女の子が3人で母親が女でしょ、だから男としてちょっと神経質なんですよね、で優しいお父さんだからあんまりガミガミ叩かれたりしたことないから、どっちかといえばあのこう例えばコカ・コーラコークン、若い人回し飲みするで平気で、そういうことできないんですよ、もう絶対あらあら、だから肉が垂れてるから私直箸でね触らないように引っ張ってヒュッとして口にポッと入れた、本当はあの取り箸で取ってお皿に入れて直箸で
食べなきゃうちの息子は食べられなくなっちゃう。韓国行けませんよね。韓国のねチゲだなんだって言ったってみんながカーレーだあのねアイオンハシムにカーレーなんてやるんだ。私韓国料理好きだからよく知ってますよね。私ああいうのも好きなんだけどうちの息子はチャンチャンタンテンカボテン順番があるんですよ。許されない。もうそれカッタバタガバーッタってドンゴーザーッダディーってこう怒鳴るわけ。やめてよってうーっとびっくりした。私もそんなに怒鳴ったの初めて見たし、私も家の中で怒鳴ったことだってちっともありませんからびっくりした。そんなねっていうかその時何が悪かったのか私のその疲れがあったのか、なんでそんな声を出すと自分も同じような声を出したわけです。そうしたらもう息子43の高校の先生ですからもう自分の意見が通らないともっと強くなって、うわだからねだねだねだなとか、そんなこと言ったっていいじゃないか、触らなかった、触らなくったって僕はああいうのは嫌いだって知ってたの、どうしてやったの、こんな家にはもう来ないってこう言った。売り言葉に書いて、そんなら来なくていいとこになるわけ。嫁が下向いたままね、来られなくなったら大変でしょ。だから家内病気でね、うつ的になってるから声を出して泣くわけね。かわいい息子が今怒ってなってんのにね、憎い夫がそれで喧嘩してるわけでしょね、どうしようもなく下向いてうーうー泣くんですよ。それを聞いたらもっと私も感情的になってね、そんなこと言ったらもううちでも何も作らなくていい、マリって言うんだけど、マリちゃんだってうちで料理作らないでせいせいするだろうって言ったら息子がその通りだって、もううちには孫も連れてこない、何もしない、絶対お父さんの顔を見ないって言った時私は気がついた。ああ私は十字架で死んでるんじゃないか。パッとキビスを変えて部屋に入ってベッドルームでお祈りしました。5分後、5 minutes later 立ち上がって廊下をタッ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 、まだ怒ってんですよ。執念深いね今頃の若い子はね、あんなお父さんでとんしょうがないとかって怒ってる。ガバッ吐くして、ごめん おじいちゃんが感情的になった、許してね。許さないよ、そんなこと言ったってすぐ許せないよ。だけどまあなんとかそういう許すなんて、謝って許すな、警察はいらないって、いやそこをなんとか悪かった、とにかく許してくれ、これから気をつけるよね、本当にじゃあ分かったってこう、どっちが親だか分かんないもう成人してんだからね、50に間違いんだから、43だったけど、私はその時平謝りに謝りましたよ。それからその息子がね、孫がね、リトルリーグでバットを打つ時必ず私の席を取っておいてね、あの折りたたみ式の椅子をグラウンドに置いてバックネットの裏にいいところに座らせて、袋がついてる中にねコカ・コーラを一本入れて、お父さんここ座ってって、どっちが勝ったんだろうね、どっち喧嘩で勝ったんでしょうね。お祈りしましょうよ、お祈りしよう。天のお父様、私の恥書きの話を、皆さんの貴重な時間を取ってしまったかと思ってます。今日は伝道会でイエス様を信ずる人が起こるようにと皆さんは祈り準備してくれました。そうです、これはキリスト教の真髄だからです。オーセンティッククリスチャニティの力だからです。私たちはどうか自分の努力で信仰はやっていけません。やってはいけません。徹底的に死んでる自分を認めるとき、内側から聖霊様が力を与えてくれます。
人の何十倍働いても感謝があふれてきます。私も先々週はホノルルの教会で説教、先週はロサンゼルスで説教、今週はこの教会、来週はそう姫路の教会、再来週は待望の酒田の教会に行きます。なんて嬉しい楽しい伝道生涯でしょう。もう80になるのに未だに皆さんが招いてくだされるなんて人生他にあるなら持ってこいと私は言いたいぐらい、それはキリストと共に死んでいますと聖書の言葉で信じ続けているからに他なりません。ここにいる方々も家庭の中、時には職場においてぶつかったり嫌な気分になったり傷つけられたり汚名を負わされたり、時には濡れ衣を着せられたり、忘れても忘れられないような悔しさや問題に遭遇することもあることでしょう。もし死んでいる自分を認めて、その場所で死んでいる自分を聖書の言葉で確認するとき、必ず30、60、100倍の祝福となって、死は神の栄光の復活の人生が私たちに与えられ続けることを、私は小さい経験ですが体験してきました。ここにいる方々もこの生涯を歩むことができるようお導きください。皆さんに聞きます。私もそういう生涯があると知っています。でも時には弱さを覚えて自分の力で何とかしようと思ったことがありましたけれども、今日もう一度、私は死んでいる、聖書に書いてある、それを信じます、心から湧き上がる聖霊の喜びで奉仕させてください、そういう私にあるよう祈ります。そういう祈りを持っている人、手を挙げて示してください。アメン、アメン。また手を挙げてください。まだイエス様信じてない、洗礼を受けてない人の中にもいかがでしょう。ああ、キリスト教にはそういう世界があるのか。自分が死ぬっていうのは殺すんじゃないんだ。キリストと共に死んでいるんだ。そこに私たちが、なんと幸いな祝福された人生があるのかということ、分かりました。私にもその人生を歩みたいと願います。そういう方も手を挙げてお示しください。アメン、アメン、アメン。はい、下ろしてください。ありがとう、伊藤先生。今手を挙げられた方、多くの方が手を挙げられたと思います。祝福をお祈りをお願いいたします。